砂漠のオアシスですね。An oasis in a desert. では、ここから読みます。一緒に声を出して読んでください。一緒にですよ。音読ね。One, two, three。これは出口という意味です。It means exit. そのエリアを歩いている人。A person walking through the area。そしてそれを見つけることができます。 and you can find it. この前に命令文があって例えば早く起きなさいそうすればそれを見つけることができますみたいないう時にはこれそしてというよりはそうすればの方がいいんですよねそうすればもう一回行きましょうそうすればそれを見つけることができます and you can find it そこに通って 立つしてください。ちょっと待ってくださいね。到達する。これがいいね。そこに到達する。Get there. 我々の家に向かって車が来ています。A car coming toward our house. 怖いね。わ <laughs> かりました。I see. 安全な場所に走っている少年。A boy running to a safe area. 災害の場合、in case of a disaster 家を早めに出れば時間通りに学校に到着できます。Leave home earlier and you can get to school in time. 時間通り in time. これの意味を知っていますか ?Do you know what this means? 家知りません。No, I don't. 右に曲がってください。Turn right 進み続けてください。 keep going 100m for 100m 公園で走っている犬 A dog running in the park これは火という意味です。It means fire うんこれ火事って意味もあるよね。青つけて a fire とすると火事って意味になります。燃えている家、ハウスこの家は複数形だね。 ハウス、複数検すると、Houses じゃなくて Houses って読みます。Houses on fire。この指示は地図を見つける場所を教えています。This instruction tells you where you can find a map. 黒いハサミ、A pair of black scissors.